サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。イギリスのファッションブランドは、伝統と革新を兼ね備えたデザインで世界中に影響を与えています。ロンドンは、クラシックと前衛的なスタイルが共存するファッションの中心地です。バーバリーはその代表格で、トレンチコートやチェック柄がアイコニックなアイテムとして知られています。また、アレキサンダー・マックイーンは、独自の視点とアバンギャルドなデザインで世界中のファッション界を驚かせました。ビビアン・ウエストウッドは、パンクファッションの先駆者として、反逆的でエッジの効いたスタイルを確立しました。ステラ・マッカートニーは、サステナビリティに配慮したエシカルなファッションを推進しています。これらのブランドは、イギリスらしい伝統的な要素と現代的な感性を融合させ、グローバルなファッションシーンにおいて強い影響力を持っています。では、イギリスの人気のファッションブランドのベスト10位をご紹介します。1、バーバリー。1856年にトーマス・バーバリーによって設立されたイギリスのラグジュアリーファッションブランドです。ブランドの象徴であるトレンチコートとノバチェック柄で広く知られ、伝統と革新が融合したデザインが特徴です。バーバリーは、クラシックなブリティッシュスタイルを体現しつつ、モダンな要素を取り入れ、世界中のファッション愛好者に愛されています。アパレル、アクセサリー、フレグランスなど幅広い製品を提供し、その品質とスタイルで定評があります。2、アレキサンダー。アレキサンダー・マックイーンは1992年に設立されたイギリスのラグジュアリーファッションブランドで創設者であるアレキサンダー・マックイーンの名を冠しています。ブランドはその大胆で劇的なデザインと精緻なテーラリングで知られています。アバンギャルドな美学と高い技術力が融合した製品はファッション業界で高く評価され、多くのセレブリティやファッション愛好者に支持されています。3位、ビビアン・ウエストウッド。1971年に設立されたイギリスのファッションブランドで、パンクムーブメントの象徴として広く知られています。創設者であるビビアン・ウエストウッドは、反逆的なスタイルと社会的メッセージを取り入れたデザインで、ファッション界に多大な影響を与えました。ブランドは、独自の視点と個性を持つアイテムを提供し、アートとファッションの融合を体現しています。4位、ステラ・マッカートニー。2001年に設立されたイギリスのファッションブランドでエシカルファッションの先駆者として知られています。動物性素材を使用せず、環境に配慮した素材を使用することでサステナブルファッションを推進しています。ブランドはシンプルでありながら洗練されたデザインとフェミニンでモダンなスタイルで多くのファッション愛好者に支持されています。5位、マルベリー。1971年に設立されたイギリスのラグジュアリーファッションブランドで、特に高品質なレザーグッズで有名です。ハンドバッグを中心とした製品は職人技とクラシックなデザインが融合しており、耐久性とエレガンスを兼ね備えています。アイコニックなベイズウォーターバッグはブランドを象徴するアイテムで、多くのセレブリティやファッション愛好者に愛用されています。6位、ポール・スミス。1970年に設立されたイギリスのファッションブランドで、ユニークなプリントや大胆な色使いで知られています。ブランドはクラシックなブリティッシュテーラリングに遊び心を加えたデザインが特徴で、メンズウェア、レディースウェア、アクセサリー、フットウェアなど幅広い製品を提供しています。ポール・スミスのアイテムはそのユーモアとスタイルの融合により幅広い年齢層に支持されています。7位、ジミー・チュー。1996年に設立されたイギリスのラグジュアリーシューズブランドで、特に高級靴とアクセサリーで知られています。ブランドは洗練されたデザインと高品質な素材を使用したシューズが特徴で、世界中のセレブリティやファッションアイコンに愛されています。ジミー・チューのシューズはエレガントでスタイリッシュなデザインが魅力で、特別な場面でも日常でも使用されることが多いです。8、バルマン。1945年にピエール・バルマンによって設立されたフランスのファッションブランドですが、イギリスでも非常に人気があります。特にミリタリージャケットやドレスで知られ、力強いシルエットと豪華なディテールが特徴です。現クリエイティブディレクターのオリビエル・スタンによって、ブランドは若返りモダンでエネルギッシュなスタイルが注目されています。9位、バーバラ・カサスラティ。エレガントで洗練されたデザインで知られるイギリスのファッションブランドです。主に女性向けの高級ウェアを提供しており、特にドレスが有名です。ミニマリズムとフェミニンなシルエットを融合させたデザインは洗練された都会的な女性に支持されています。10位、テッド・ベイカー。1988年に設立されたイギリスのファッションブランドで、カジュアルかつエレガントなスタイルで知られています。メンズウェア、レディースウェア、アクセサリー、フットウェアなど幅広い製品を提供し、独特のブリティッシュユーモアと洗練されたデザインが特徴です。ブランドのアイテムは、日常使いからビジネスまで、幅広いシーンで活躍することができ、品質とデザイン性で高く評価されています。以上、イギリスの人気のファッションブランドのベスト10位の紹介をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。次回もお会いできることを楽しみにしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。